Hey guys, I'm Jin の Jin です。はい、ということで。全然ね 全然更新できてないんですけど。なんやかんやね、バタバタして。いやー、撮ろうかなと思っても、帰ってきたら結構ぐったりで 撮れない日が続いて。今日はね、割と余裕があったので。撮ろうかなと思って撮っております。なんか久々にね、パンツと関係ないものも、今日買ったんですけど、これね、スリーコインズで、ディフューザーですね。香りを。花粉が来てますね。ディフューザー買いました。トイレにね、置きたいなと思って。トイレがね、なんか、新居が、なんかね、独特の匂いがあって、なんかめっちゃ臭いとかってわけじゃないんですけど、ちょっとね、独特の香りが、というか、香りって言わへん、匂いがあって、それが気になるんで、ちょっとディフューザー置きたいなぁと思って買ってきました。スリーコインズなんですけど、500円商品でしたね。一応ね、こう種類が10種類ぐらいあったんかな、このディフューザーって。その中でいろいろ嗅いだ中で、これがいいなぁと思うものを買ってみました。おしゃれですね。こんな感じの。香りがね、03番の、ここにいるかな。03番の、As you are, as you are っていう香りですね。これね、ストーンのやつ、石、に、スポイトで香りの液垂らすタイプのやつ持ってて、それもね、買ったことあったんですけど、それまた別の香りやったかな？これが。あ、いい匂い。なんか香水っぽい感じの匂いしますね。いい匂い。これを、こうして、まあ、立てとく感じですね。これちょっとね、匂いが出てくるまで、ちょっと時間かかるかな。ここにね、この棒に液体が浸るまで香りしないんで、これでまあトイレに置いときたいなと思います。はい。って感じですね。はい。あ、急になんか、撮影しだしたら鼻水出てきた。さっきまで大丈夫だったのにな。まあ、ちょっと鼻ずるずるなるかもしれないんですけど、ご了承ください。ちょっと鼻かましてもらいますね、一回。ああ、失礼しました。で、今日はですね、ドンキで買ったパンツを紹介したいなと思います。まずですね、今回ちょっとシームレスっていうか、シームレス系とか、こう、軽い履き心地のものを、ばっかりですね。はい、まず、カルクでございます。これね、前も紹介したんですけど、新色っていうか前もあったのかな？黒とか前もあったような気するんですけど、なんか復活したのかな？前買ったやつが、これか。ネイビー。ネイビーとグレーだったんですけど、ちょっと濃いめのグレーですね。この2色しかなかったんですけど、今もこれは置いてて、で、新たにこのライトグレーですね。ライトグレーとブラックがあったので、ちょっと買ってみました。多分、まあ、物は一緒かな。ライトグレこれね、お尻がめっちゃ 透けちゃう感じなんですけど。あ、ちょっと待って、中の素材が違う。
これね、パッケージが微妙に違ったんですよ。似てるんですけど、このね、絵柄とか文字の配置とかが違うくなってて、新しいやつはこのパッケージになってるんで、これはね、前のやつはね、中に、ちょっとコットンっぽい素材で、グレーのね、当て布がついてたんですけど、今回ね、同じ素材かな、多分。あ、ちょっと待って、なんか、携帯が 携帯マナーモードにしときます。中の素材が同じ素材になってますね。わかるかな？裏表同じ素材。前のは違う素材になってたんですけど、これもそうですね。これ前のやつ、こんな感じで。ということは、ブラックもそうなってるのかな？あ、ブラックも、そうですね。こっちがフロントですね。前がこうで、裏、表。同じ素材に変わりましたね。どうなんやろな。快適度で言うと、こっちの方がちゃんとなんか吸ってくれそうな感じがして、いいんですけど。ちょっと待って、ウエストゴムが、ちょっと硬くなってるな。あ、ちょっと硬いぞ。ウエストゴムが。あ、サイズ感もね、ちょっと違う。あ、ちょっと待って、なんかローライズ感も全然違うな。ちょっと横幅は前の方が広くて、ただ丈がね、丈が今回の方が長い。なんやろ。ローライズとスーパーローライズがあったみたいな感じでも多分なさそうなんですけどね。竹が根本的に変わったのかな。竹が変わってますね。かつ、横幅は、よく、じゃ横幅じゃない。このウエストはちょっときつめかも。ああ、これシクってな。これやったら多分 L とか買った方が良かったんかな。ちょっと一旦履いてみますね。これを。あ、ちなみにね、今日のパンツは、G ステーションさんですね。ピンクのスポブリ を履いておりました。で、よいしょ、こいつが、どうなのか。ああ、まあ、大丈夫か。そんなきつくないか、ウエスト。前と比べてどうなんやろな。ちょっと後で前のやつも履こうと思うんですけど。こんな感じ。やっぱ丈長いかな。ケツは透けてるかな、これ。結構透けてそうなんですけど。前はね、でも、意外と出ないかな、形。前のやつの方が、形出てた気がする。今回こんな感じなんですけど、ちょっとね、画面が遠くてあんま わからないんですけど。で、ちょっと前回のやつ履きますね。ああ、やっぱ全然ローライズですね、前回のやつの方が。こんな感じ。やっぱ丈感が全然違う。
前のね、形の出具合は変わらんかな。これちょっともう一回ブラックを履きますね。ブラック。れかな、ウエストゴムがゆるいっていう声があったのかな、もしかしたら。それで、あえてちょっときつくしたのかも。あ、でも、どうなの？これぐらい、下の丈感もあった方がいいのかな？まあなんか、一般的なボクサーぐらいの丈の感じですね。こっちの旧式の方は、ちょっとショート、ローライズ、なんて、スーパーローライズみたいな感じの雰囲気になってたんで、まあ、これぐらいの丈の方が履きやすいんかな、一般的には。なんかちょっと黒の方が形出てる気が しますね。カメラ越しにわかるかわかんないけど、これちょっとね、重ねて履いてみようかな。グレーでいっか。そうね、丈感が多分わかると思うんですけど。これぐらいね、丈感の差が出ますね。ああ、で、ウエストも前回のがローライズかも。まあ、グッと思いっきり引き上げても、ちょっと、下の思いっきり引き上げたら、もっと上がる。こう、上も下も、両方前回のやつはローライズですね。今回だから結構履き込みが深い。上まで上げようと思ったら、結構 結構上げれる。なんか、こうゆったり履けていいのかな？ こんな感じですね。まあ、可愛いですね、普通に。履き心地はいいです。ただもう一個上げてもよかったかな、サイズ。ウエストがずっと履いてるときついかも。ただ前回、これね、これお持ちでまた新色買うっていう 場合は、ワンサイズ上げてもいいかもしれないですね。はい。じゃあ、まず、軽と、あとね、もう一個これ。ちょっともう外しちゃってあるんですけど、これ。これもね、めっちゃ伸びるっていう、名前がね、ストッキンボクサーっていう名前の、まるでとろけるような着心地っていうね。これね、何色展開？ 10 色ぐらいあったんかな？すごいいろんなカラーあったんですけど、まあ、軽めのカラー欲しかったから、これを1個買ってみました。1000円、1000何ぼとかしたかな？ぐらいです。あ、で、軽くも1000円ぐらいですね。900、98、980円とか、900いくらとか、1000円弱でした。これちょっと履いてみますね。いや、でも軽く、やっぱ前回の方が良かったなぁ。履き心地の軽さ的には。よいしょ。ほんまに。これも楽かも。なんかね、この手のボクサーって結構いろんなメーカーさんが、まあドンキでもね、種類あるんですけど、その中でもね、伸びがね、ダントツだったんですよね。はい、こんな感じです。まあ普通の ボディワイルドとかにもね、よくあるやつですね。これ系が、どうや。おこうか。今ちょっとないか。ないな。ちょっと 今パッと出てこないんですけど、あれ、ボディワールドなかったっけな。どっかに。
あんなパッと出てこないんですね。ボクサーばっかり入れてるやつがどっかに。ああ、これとかかな。あ、ねえ。これや。ありました。まあ、ちょっと違うか。あ、でもまあ似てる、似たようなもんですね。あ、でもちょっと待って。いや、ボディーバルドのやついいな。めっちゃ伸びる。ああ。まあまあ、同じぐらいかな。ボディワイルドがようできてますね。これもすごい。めっちゃ柔らかい。これもかなりね、履き心地は軽いですね。ただ、あ、ここか。このね、裾がちょっと硬かったのかな。こいつ、あ、こいつもでもここのね、ちょっと縫製のところで引っかかりがかかるかな。まあでも十分伸びるんですけどね。いい感じですね。思ったほど前の形は出ないかな。これちょっと買った。ちょっと 今、チンポジを、あれしてるんですけど、あんま形出ないですね。なんか柔らかいから結構形出るかなと思ったんですけど、そんなに形出てないですね。はい。ストッキンボクサーでございました。あとね、もう一個気になってたのがこれなんですよ。はい。これね、ドンキの中でも、いっちゃん安いシリーズ。これ3枚で、3枚1200いくら ?1300 円ぐらいやったんかな。そう、こう、何?安くても2枚で1000円とかじゃないですか。それをさらにこう、しのぐ。価格帯で、で、あれに似てるんですよね。ユニクロの、エアリズムの、ウルトラシームレスやったっけ?あれにね、ちょっと似てるなと思って。こんな感じ。ちょっとね、履き比べてみたいなと思って。あ、前がちょっとぽっこり系やな。前がね、あ、しかもこれ20か。前20になってますね。あのね、なんてわかるかな?卵型にちょっとね、多分熱処理みたいなやつかな。で、フロントがね、ポケットっぽくなってますね。二重なんや。ユニクロもね、前二重なんですよ。こっちは一重なんかなと思ったんですけど、二重でしたな。暗めのグレーですね。あとね、一色ブラックがあったんですけど、ブラックはこれ、今回とりあえず買わなかったです。あ、これいいんちゃう? 本当にユニクロっぽいかも。あ、で、ライトグレーですね。これだけね、ちょっとサイズがなくて、L サイズ。さっきの2枚は M サイズだったんですけど、これだけ L サイズ買いました。でかそうやな。でかいな。でかい。多分結構でかいな。ちょっと、とりあえず履いてみようか。伸びる。ああ、でも結構伸びるな。緩いかも。フロントのポケットが、どう?これでもいいかも。これ、めっちゃ履き心地いい。ユニクロのと変わらんかも、そんなに。ちょっと、ちゃんと履き比べないとわからないですけど。あ、めっちゃ軽い履き心地ですね。あ、これ軽くよりこっちの方がいいかも。でね、こうフロントのね、収まりめっちゃいいです。この、形成、成形がね、効いてますね。あ、これは、いいわ。パンツの締め付け苦手な人はね、これいいと思いますね。いい。これ履き心地いいわ。あ、ちょっと。ユニクロが、
ちょっと色味違うか。あれ似たような感じですね。ちょっと暗めのグレー。いや、もうね、めっちゃ似てる。うん、これちょっと一回、ユニクロの方履いてみますね。いや、これで1枚だって400円ぐらいなんで、めちゃくちゃコスパいいですね。このユニクロのんで1枚1000円ぐらいするんで、あー、これもサイズ感が違うな。ちょっと待って、これ、これね、S サイズなんですよね。ユニクロの方。でもね、履き心地は、すごく似てる気がする。うん。これの、ユニクロ、多分ね、一個だけ、どっかな。黒が M やったんかな。あ、黒が M や。ちょっと、黒 M サイズなんで、黒の M、履きますね。あー、すごく似てる。履き心地はね、すごく似てますね。はい。ユニクロの M サイズ履くとこんな感じ。あー、なるほどね。これちょっと、もう一回。ね、どれがユニクロで、どれがドンキかわからなくなるんですけど。サイズ感、ちょっと上から入ってみて。ドンキの方がね、でかそう。あー、うん。ドンキの方がね、ちょっと一回りでかく作られてますね。あー、でも、あれか。ここら辺。また下は一緒ぐらいかな。でも上が、ウエストが結構、深いかな。サイズ感的には。まあまあでも大体一緒かな。なんかね、本当にね、似てるんですよ。これ、あ、ごめん、ごめんなさい。今多分、今裏表に入ってた？大丈夫かな？ちょっとね、作りが雑に感じる部分もあるんですけど、このね、でもこのウエストの、処理の感じとか。こっちがドンキで、こっちユニクロなんですけど、このポツポツなってる、このウエスト、あ、こうか。ウエストのね、この処理の感じとか。で、このね、フロントの、ここの処理がね、若干ユニクロの方が綺麗かな。なんかドンキの方が雑な感じが。まあでも全然許容範囲です。こっちドンキなんですけど。この、ここのね、感じ。まあ、そんな、あれか、一緒か。あとね、裾がなんかちょっと気になった気がするな。ああ、ここのね。なんかね、でもこの、ピロピロがちょっと気になるな。結構ピロピロしてる。接着部分が。なんて言ったらいいかな。わかりますかね。ここの、この、こうめくれる感じ。ユニクロは、うん、ユニクロはね、ここら辺の処理ちゃんとしてますね。ピラピラめくれ上がったりとかしないような感じに、この接着部分になってるんで、まあそこの処理はやっぱり、こう、一段、一段高品質というか、うん。まあでもね、履き心地全然いい、こっちで。うん。これちょっとこれの、これも履いてみようか。ネイビー。あー、ちょっと待って、これ。ちょっとね、個体差が結構ね、あるような感じも、したんですけど。ああ、でもそうでもないか。なんかすごい雑なやつがあった気がしたんですけど、そうでもないか。
ああ、なんか、大丈夫か。ああ、大丈夫でした。ちょっとピラピラなってただけやと。とりあえずこれ履きます。いや、もうほんまに なんやろ。僕はいろんなパンツ履きたいし、そのデザインとかも重視してというか、楽しみたいからあれなんですけど、そうじゃない人は、もう履き心地重視やったら、マジでこれでいいかも。コスパも履き心地も最強ですね。まあ、あと耐久性かな、問題は。全然いい。めちゃくちゃ履き心地いい。これはいいっすね。で、ピラピラなってたもん、履いちゃえば気にならんかな。ちょっとね、やっぱ、こうやってめくるとピラピラはするんですけど、これがね、まあ、剥がれなければいいなって感じですね。いや、全然いい。これで L サイズになるとどうなのか。ライトグレーだけね、L サイズなんで、L サイズを着ます。まあ、僕の今の体型だとね、L、ものによっては L の方がいいぐらいな感じなんですけど、あ、まあなんか、そんな、緩くもないかな。あ、でもウエストがちょっとずれてきそうな雰囲気はあるかな。でもなんか、あ、でもやっぱちょっとね、シワっぽくなりますね。フィット感がなくなるけど、でもゆったり履きたいっていう感じの人だったら、これでいいんかなってぐらいの履き心地ですね。めちゃくちゃ軽い履き心地。あ、いいですね。これはいいわ。ちょっとライトグレーのね、M 欲しかったな。まあ僕やっぱ M サイズかな。L でも全然履けるし、まあリラックスしたい時はむしろこれでいいかなって感じなんですけど、ちょっとシルエットが、なんかフロントもね、なんか、ピコってなっちゃうし。あ、これはね、履き心地めちゃくちゃいい。でね、これね、置いてるところが結構限られてて、このね、シリーズ、これいろんな種類が売ってるんですよ。なんですけど、まあ、これのシリーズの中で何が置いてるかっていうのがお店ごとに結構違ってて、僕のね、近所のところはこれ結構潤沢に在庫あったんですけど、まあ、在庫がないっていう話なんかな。あとカラーが4色、見たんですけど、お店によってはもう2色ぐらいしかなかったりとか。残りあとこれのブラックがあるんですけど、あ、じゃあこれ、ちょっとね、エアリズムやった。違う、こっちこっち。こっちです。もうわからんくなるから。そう、これのブラックが、あとね、残りあるんですけど。で、サイズ展開は M、L、LL まであったかな？でも結構ね、伸びるんで、ワンサイズちっちゃくても全然履けるかなと思います。結構ゆったりめにね、作られてるんで。はい。ということで。このね、エアリズム。これ好きな人。これ気に入って履いてる人は、ドンキのこっちでもいいかもしれないですね。ちょっと耐久性がわからないですけど。とね、これ今、ちょっと待って、こっちは大丈夫なんかな。今ね、履いてて若干気づいたことがあって、なんかね、この、もものここの、接着部分あるじゃないですか。ここのね、角がちょっと尖ってて、こう、ももに、こうなった時にちょっと痛かったんですよ。これ、ここかな。なんかここが痛いな。これは、ま、なんか、ああ、ちょっと、あれかな。あ、ちょっとここい、ここが痛いな。ちょっと待って、これ。よいしょ。ちょっと待って。事故ないように背中ね。OK。なんで痛かったんやろ。ああ、なんか、
あ、ここがなんか尖ってんの。これ見えるかな？見えるかな？これ、寄れるか？無理か。ここがね、ちょっとね、ここにちょっとね、見えへんかな？ 若干ね、なんか尖ってるんですよ。その接着剤がはみ出た感じのやつなんかな。ここがちょっと引っかかって痛かったの。これでもまあ切っちゃえばいいかな。多分。うん。なんかそういうのもあるんで、まあ、そこは、なんか安いなりのあれかなって感じですね。まあ、切っちゃっていいかな。素材的にね、多分、ほつれてきたりしてないんで、ここも塗ってるわけじゃなくて、圧着なんで、接着剤みたいなんでね、ついてる感じなんで、まあ、なんか気になる角っことか、なんかトゲトゲしてんなっていうのは、パッて切っちゃえばいいかな。はい、っていう感じです。なんか、こいつらは、背景もそんな大丈夫だったんで、多分、個体差かな。そういうのも入ってるっていうのを、まあ 念頭に置いてもらって。うん。でもめちゃくちゃコスパいいですね。これで、ユニクロのと同じ履き心地っていうのは、めちゃくちゃいいですね。あ、で、ちょっと待って、これ。でもね、今素材ちょっと見てたんですけど、光沢感はね、ユニクロの方が綺麗かな、やっぱり。わかるかな？これユニクロのエアリズムの方なんですけど、このツヤ感？こう、いろんな角度でこう反射するようなツヤがあるのと、それに比べるとやっぱちょっとマットかな。うん、光沢あるんですけど、なんかこうユニクロの光沢感とはちょっと違うかな。わかるかな？この ちょっとピントが怖い。こういう感じ。これ、まあちょっと 映像じゃ伝わりにくいと思うんですけど。この光沢感の違いわかるかな？まあ、なんかね、やっぱ素材的な高級感、ユニクロの方があるっちゃあるかな？ うん。って感じではあるんですけど、まあ、履き心地はマジで変わらないです。本当に。うん、これちょっと感動ですね。サイズ感的には、伸びも一緒か。ユニクロよりワンサイズ下げてもいいかもしれないですね。ユニクロで L 履いてる人が、こうドンキーは M でいいかなと思います。ぐらいサイズ感違います。これドンキの M で、これユニクロの M なんですけど、伸縮性はね、だいたい一緒ぐらいですね。持った感じ。まあ、だいぶでかいな。わかります？ドンキがこれぐらい余ってるんですよ。で、こう内側がね、手前がユニクロなんですけど、これぐらい、端っこ揃えて持って、これぐらいなんで、だいぶでかく作られてますね。うん、で、伸縮性は一緒です。あ、でもなんかドンキの方が伸びるかも。伸びるくせにでかく作られてるっていうね。いや、これ、ちょっとほんま良かった。ぜひぜひ、ユニクロのね、これの感じを体感してみたい方、こっちでも体感できるので。で、このフロントのね、卵ポケット。これ良かったです。普通に。ちょっとね、卵のところはね、もう伸びないんかな。うん。わかるかな。もうここ伸びないです。伸ばした状態で多分、こう、形成されてるんで、それ以外のところ、この伸びる部分をもう伸ばした状態で固めたみたいな感じなのかな。なので、フロント伸びないんですけど、まあでもね、ピタッとしてくれます。いい感じ。ということで、本日は シームレス系のやつとか、ちょっとゆったり履けるやつ、ご紹介しました。このね、カルックのね、軽い履き心地も良かったんですけど、ちょっとね、ウエストがきつかったかな。ワンサイズ、これに関してはワンサイズ上げてもいいかもな。前回のカルックがめっちゃ良かったんでね。前回のやつですけど。うん。ちょっと、なんか
素材は一緒なんかな。素材は多分一緒なんですけど、前回の方が良かったなーって感じですね。これに関しては。まあ、今回の方が悪くないですけどね。それよりも圧倒的にこの、こいつですね。あ、これちょっと。ドライシームレス。ちょっともう一回お見せしておきますね。ドライシームレスって書いてるやつですね。3枚、1枚で500円、3枚で1200何本とかって書いて売ってるやつです。ぜひよかったら買ってみてください。ジーバスリーさんのやつとかね、開封してないやついっぱいあるんですけど、それまた、早急に開封しますので、お待ちいただけたらと思います。確定申告とかをしなくていいはいけなくて、結構そこら辺でもバタバタしてて、ギリギリで、またね、ちょっと、詰め詰めで、今、ヒーヒー言いながらやってるんですけど、そんな感じで、もうちょっと余裕出るまでお待ちいただけたらなと思います。では、Thank you for watching video 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画しましょう。See you next time. Bye.